私ですね、この度、ジャパンカップに電撃参戦することになりました、ヨシオです。今回のジャパンカップではですね、もちろん、優勝を目指してね、頑張りたいと思いますね。まあ、こういうことを言うからにはね、それなりの自信がね、あるということなんですけども、まあ何よりも他のね、参戦馬16と見ましたけど、私に競馬の経験値で勝てるものはいませんね。はい。まあ、この長年の経験を武器にね、まあ三冠馬3頭の挑戦をね、迎え撃とうかなと思いますよ。はい。まあそれにね、まあデータでもね、証明されてるんですよ。私の強さというものは。まあ、経験値に加えてですね、私、今まで6勝を挙げております。6回レースに勝っております。で、その三強の一角とか言われてるね、デアリングタクトさんは、まだ5勝しか挙げてないんですよね。私は6勝です。まあ、このようにね、まあ、実績でも、三冠馬よりも私の方が上だと。それにですね、私、芝のレースではまだ一回しか負けたことがありません。で、それもね、もう5年ぐらい昔の話なんで、まあ当てになりませんね。で、芝2400メートル、私負けたことがありません。うん。まあどうしてね、私が今まで、ダート短距離を走っていたのかと言いますとね、まあ芝ですと。まあ強すぎちゃってね。まあちょっと相手がかわいそうかなと思ってたんですけども。まあ今回ね、まあ世紀の一戦ということでね、まあ、本物の私の実力をね、見せる時がやってきたんじゃないかなと思って、まあ電撃参戦いたしましたよ。うん。まあ、鞍上がまだ誰かわからないんですけどもね、まあ、デッドオリだとか、まあそこら辺がね、まあ乗ってくれると思うんで、まあ期待してくださいと。はい。で、なんか予想オッズ見ましたけどね、まあ私の強さ、やっぱ競馬ファンはさすがですね。もうバレてましたわ。うん。単勝が今1倍台らしいんですけども、まあそれに恥じない走りをね、まあお見せできるんじゃないかなと思いますよ。はい。コントレイル、デアリングタクト、アーモンドアイ、かかってこいや。